おもちゃの国アリス番外編へようこそ。店主のレイと申します。はい、今回はですね、ちょっとね、こんな感じでビッと置いてありますけどね、こちらの方の初参戦となります電動ガンの福袋ですね。そちらの方をちょっと今回ね、紹介していきたいと思います。ということでですね、早速こちらを開けていきましょう。で、タイトルの通りなんですけど、こちらですね、私が初めて買いました電動ガン福袋の方のショップがですね、スカイスターというところで販売しておりました3万円の電動ガン福袋というやつを買いました。これに関しましてはね、生放送の方でチラッと言ったはずなんですけど、これ3万円って書いてるんですけど、いくらからいくらの間のものが入ってますっていう表記がね、一切なかったんですね。なので総合計画が全然わからんって感じです。はい、ということで早速開けていきたいと思いますけど、これの方がね短くて下の方が長いと。で、こっちの方がですね重たいんですよ。こっちに多分ね小物が入ってんじゃないかなと思ってます。で、下の方が、長物っていうかね、これが入っている形になってるんですけど、どっちから開けていこうかなっていうのがちょっと悩んでおります。多分ね、小物を開けてしまうと、多分例えばマガジンとかがね入ってた場合ネタバレになっちゃうなっていうふうに思ったので、ちょっとねどうしようか悩んでます。ただね、小物から行った方が面白いんじゃないかなと思ってるんでね、まあ、ちょっと小物から行ってみようかなと思ってますと。はい、一応こちらですね、これねすっげえ重たいんだ。これ上がメインじゃねえかなと思うぐらい重たいですね。ここでちょっとね、私の中の希望だけちょっとね行きたいと思います。まあ、何が出たら当たりっていうのは特にないんですよ、私の場合は。で、何がね当たりかって、私の中ではやっぱり電動の M4 が出ればとりあえずありかなと思ってます。で、それ以外、まあ AK は守ってるからなーとかね、いろいろあるんですけど、まあ一番はやっぱり電動の M4、 それと未だね出会ったことないやつ、それが出ればとりあえず勝ちかなっていうか、まあ3万円以上のものは出るんでしょうけどね、まあそれが出れば個人的には勝ちかなと思っております。なのでこっちがね、なんかねすっごい重たいんだわってガサガサ言っててね、こっちのねガサガサ言ってる感じがするので、こっちのね上の方、こちらの上のこいつからちょっと行きたいと思います。では早速開けていきましょう。ちなみにいつものカッターじゃないのは手元にあまりなかったからですね。はい、ここに袋が入ってて、袋じゃないわ、紙ですね、これはいらない。で、ここになんかもうチラッとね、これなんかいるんですね。では1つ目、じゃん、あ、シューティンググラスですね。はい、S&T のシューティンググラス。ただね、これはね、年越し生放送でも言ったんですけど、あの、私メガネかけてるんでね、多分これメガネは非対応でしょうね。価格はとりあえず1700円で書いてますね。うん、多分これは無理でしょう、うん、個人的には多分かけることができないと思います。まあこういうようなね小物が入っていると。ただね、いつの結構ね箱ボロボロですね。はい、一つ目でしたと。では、やっぱこっち側に小物が固まってるのは固まってますね。で、ここでね、私がねいらねえって言ったものが入ってます。はい、こちらですね。はい、こちら 0.2、 しかも 0.25 回0.25 の BB なんですね。はい、 0.25 か、 0.25 は使わない。で、もうこれなんだろうな、これはバイオかな、一応 ABS なんて書いてるからプラダンかな、一応 0.25 でしたと。これ2つ目です。では、3つ目、あ、これなんかちっちゃいのがあるな、ちっちゃいのが、ちっちゃいの言ってみようかな、ちっちゃいの、じゃん、お、あ、モスカートだね、これ。これちっちゃいな、ちっちゃいモスカートですね。金属製ランチャーカートリッジ72発って書いてますね。ちっちゃいですね。これです。まあ、これ前にね、ピストルグレネードってやつを紹介しましたけどね。あれとは違ってちっちゃいやつですね。てか、これがついてるっていうことは、あれか？もしかしたら M4 のグレネードランチャーユニットがついてるやつがあるのかなってちょっと予想してみたり。では、次ですね。なんかね、ここにね、あ、これがね、なんか平べったい、これぐらいの箱が入ってますね。3、2、1、ドン。お、メカボですよ。組まねえのにメカボが入ってるね。CM027 シリーズのメカボ。これはね、組めってことか？こちら8000円ですね。価格8000円となってます。もうこれで長物の箱になってくるんでね。ここでもう長物の箱です。このままちょっと引っ張っていって、黒いですね。黒い箱ということはもう皆様ね、分かっている通り、これはもう完全にあれです。S&T です。これ福袋ですね。これ S&T だと思いますね。うん。では早速、よっこらしょー。あ、でも S&T だね。あ、S&T ですね。あ、
いいですよ、いいですよなのか。よっしょい。はい。はい、こちら。これですね。S&T の M4CQBR スポーツライン G3AEGBK。これですね。S&T の M4CQBR スポーツライン。一応 M4 ですよ、M4。とりあえずね、M4 の電動が出たから、とりあえず、よしですね。個人的にはですよ。これがね、果たして人にとって当たりか外れかっていうのはね、とりあえず、販売価格とかが一切分かってないんで、個人的な M4 の電動が出たんで、ありです。はい。で、ここにレールカバーがついてるんで、多分これは外して、レールにすることができるんじゃないかなと。で、グリップもついてるし、ってことで、とりあえず、ありかな。個人的にはね。ただ、ここでね、こいつがついてきてる理由がね、今のところ全く分からないですね。で、前もね、これ生放送の時にも言ってるんですけど、M4 のガスガンはね、持ってるんですよ。同じ S&T かな。は持ってるんですけど、ガス食い虫なんで、ちょっと電動が欲しかったんでね。まあ、とりあえずこれ、よしですね。で、ちょっとここのね、先端部分が個人的に短いのがあんまり好きじゃないんでね、ここエクステンションバレルかなんかで足したいなと思っております。一応こちらが出ました。とりあえず、M4 出たからよしとしましょう。はい。で、多分一つ目の箱はこれで終わりかなと思っておりますよ。多分箱がもうないと思うので、あ、違う。まだ入ってる。まだ入っておりますね。こちら。これ何？こちらですね。これなんだろうな。スペーサーじゃないけど、なんか、こちらがね、こんなのも入ってたりとか。で、まだね、実はちょろっと入ってるっぽいんだよな。はい。リングだね。東京丸 M4GBB ガス風呂シリーズ用アウターバレルスペーサー。ガス風呂じゃねえのにな。まだ入ってるんだよな。はい。あ、グリップだ。バーチカルグリップっていうか、こういうグリップですね。はい。タンカラーですよ。これでおしまいかな？一つ目。これで、あ、まだ入ってる。まだ入っておりますね。あー、グリップですね。はい、こんな感じです。ね、あ、まだある。まだ入ってますね。まだね、小物がありました。あ、サイレンサーですね。あー、いいですな、サイレンサー。これですね。シーマ製の 37mm190mm サイレンサー。2500円。いいですな、サイレンサーは、これぐらいのサイズは確か持ってなかったはずなんでね。まあ、とりあえずちょうどいいかな。これで今度こそ一箱目は終わりかな。うん。これで一箱目は完全に終了でございます。では、二箱目。これはね、ほとんどね、銃単品しか入ってないんじゃないかなと思っております。あ、なんかね、なんか見えちゃいけない青いものが見えましたよ、今。青っていうことはもう知ってる方はなんとなく察しがつくやつですね。青い箱です。青い箱っていうことは、ああ、やっぱりね、書いてますわ。もう書いてあります。シーマと書いてましたね。シーマ製のやつが入っておりますね。果たしてこれがね、どんなものなのか。せーの。ほっ。こちらですよと。これだけだと全くわからん。2丁目がこちらですね。シーマ製の何か。こちら横見たらわかんのかな？一応電動ガンは電動ガンですね。はい。横を見ると、多分ね、M4 系かな。3、2、1、ドン。あ、やっぱ M4 系は M4 系ですね。はい。ていうかこれ、あれだな。値段だったり伝票だったりって一切書いてないんだね。ここを開けていけばいいかな。もうね、マガジンがそうだもんね。はい。こちらですね。M4 というか、CM、なんだっけな。CM072 って書いてあったかな。というか、やつです。はい。物としましては、こうなってて、マガジンが軽っ。でもね、これ、ストックがね、こういう、固定ストックっていうか、このタイプですね。いや、ずっしりきてて、これ多分フルメタルだな。あ、いいですな。M4 が2丁、しかも黒ですよ。これはね、個人的にはありですね。ていうかね、この長いの好きなんだよね、個人的にはね。で、ストックはできればね、通常タイプのやつが欲しかったなーってとこですけど、非常にいいと思います。で、チャーハン引くと、あー、やっぱりだね。電動ということで、ここの部分のね、これがフルストロークじゃないですね。うん。で、ボルトリリースっていうかね、これを押すと戻るっていうね。はい、一応こんな感じ。いやー、これはこれでいいですね。銃本体はこちらと。で、あとそれ以外にサイレンサーがあったりとかね、グリップとかこの辺があったりとか、こういうような細かいものがね、出るのがやっぱり福袋の醍醐味かなというふうに思いますね。
一応こんな感じとなっております。うん、ということで一応今回はねこんな感じで M4K のやつが2つ出まして、小物がねちょろっとあったということでこんな感じとなったんで、今後もしかしたらまたね福袋を買うかもしれないと思います。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バーイ。